はーい、さっちゃんだよ。今日はどうしていつもそんなに明るいのっていうね、質問をね、皆さんから結構いただくので、それに答えていきたいと思いまーす。はい、ね、私はですね、明るい時もあったし、暗い時もあって、いやね、またこうやって明るい性格になったわけなんですけど、私本当にね、暗いっていうかね、なんか全然元気がなかった時もあって、そう、10代の頃と20歳ぐらいの頃かながね、すごいピークで、でも10代が一番弱かったのかな。学生の頃はちょっといろいろね、重なってすごいね、病んでた時があったんです。本当にその時はもう人間と関わることすらもう嫌になってた時があって、もう笑ってるんだけど目が本当に心から笑えてない時もあって、じゃあもう笑わなくてもよくないってなって笑うのやめたんですよ。でそしたらね、なんか、さっちゃん大丈夫みたいな、風邪熱あるの怒ってるのって言われた時期があって、いや怒ってないしこれ普通の顔だしとか思ったんだけど、そんな頃もねありました。で外出るとね、やっぱりみんなに見られるじゃないですか。で本当にそういうのがうざすぎて、そう、もう嫌になっちゃって、なんか普通にまあ見てくる分にはもう、まあ、慣れたけど、えみたいな、こいつどうしたのみたいな、妖怪とかなんかお化けとかを見た時のなんか、えみたいな、何この人みたいな感じの目でめっちゃ長い間見られる時があって、もうその時とかも本当に嫌で嫌で仕方がなかった時もあって、そうねなんか懐かしい今思うと。そう、全然笑わない時期もあって、でなんでね今ねこうやってねまた明るくなれたかっていうと、ね、笑わなかった時にね思ったの、なんか笑ったり笑顔じゃないと人が寄ってこないなってすごい感じたの。自分からねこう心ってカシャッて落としちゃったから、まあ、それで人がね寄ってこないし近寄ってくるなっていう、そういうねオーラを出してたからそう、全然人が寄ってこなくて、でちょっとね考え方変えたんです。そう、嫌なことがあっても、まあ、嫌なことがなかったとしてもこうやって笑ってればね、笑って笑顔でね明るくいれば人が寄ってくるなって思って、本当にね笑って明るくしたらね本当に人がどん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 ね、なんかなんだろう、近寄ってきてっていう言い方もあれだけど、どん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 ねこう話しかけてくれるようになったし、そう、やっぱりさ笑わないとさ、まあこっちもさ別にそんな楽しいあれにもならないし、相手にもねそのハッピーっていう感じでもないじゃないですか。そう、だからねこう笑えばみんなも私もなんかハッピーみたいな感じになれるから、そう、嫌なことがあっても笑うようにはなりましたそう、あとはねやっぱり周りにいる人たちのおかげだと思います、ね、周りで支えてくれたり、こうやって友達がいたりそうしてくれるから、すごいねありがたいなと思って、きっとね今のこの環境っていうかこの周りの人がいなかったら多分私はねこうやって笑顔になることもなかったと思うし、そう、そんなもっとね暗い子になってたと思いますそう、だからね笑顔はね本当に自分もね人もね幸せになる魔法のものだと思いますだからといってねこうやってなんか無理して笑うこともないと思うんですけど、そう、まあ笑ってればハッピーだよっていうことをね伝えたかったんですこうやってさ一人で語る動画さ今でも慣れないからさ、ちょっと言葉があれかもしれないんですけどって感じです。まあねこんな感じですね私はまあとりあえず笑いましょうウィーみたいな感じです。はーいって感じで今日はこんな感じで終わりたいと思います。またね、なんだろう、なんかみんなもこういうの話してとか語ってとかいうなんかネタっていうかそういうのがあったらどんどんコメントに書いてください。本日もご視聴ありがとうございました。
もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。